この鈴法とは、一次元、理算力学系の振る舞いをグラフを用いて図式的に表す手法。英語では、コブウェーブダイアグラムや、ウェブダイアグラム、コブウェブプロットなどと呼ばれる。ある差分方程式、xn プラス1イコール f、初期値、x0 が与えられるとき、まず、縦軸を xn プラス1、横軸を xn としたグラフ上で、f の曲線を描く。 次に、傾き1の45度の線、すなわち X N、xn プラス1イコール xn の線を曲線に重ねて描く。その後、次のような手順を繰り返す。横軸 x0 の点から曲線 f に突き当たるまで、垂直に直線を引く。垂直直線が突き当たる、曲線上の点の座標はとなる。点から、今度は水平に直線を、 傾き1の線に突き当たるまで引く。水平直線と傾き1の線が交わる点はとなる。点から曲線 F に突き当たるまで垂直に直線を引く。交わる点はとなる。点から傾き1の線に突き当たるまで水平に直線を引く。交わる点はとなる。あとは3434 34の順で手順3、4を交互に繰り返す。出来上がる図は、 曲線と45度の線の間に線が張り巡らされたような図となっており、このことから雲の鈴方と呼ばれる。行っていること自体は、回の挙動 X1、X2、X3、X4 を順に計算していることと同じである。しかし、雲の鈴方を用いることで、回の挙動が一目でわかる全体像が得られる利点がある。ありがとうございます。